様、東京駅町合唱団は東京駅が町との絆始まりの場であるようにと願う東京駅周辺で働くスタッフで構成された合唱団です。そして合唱指導として東京混声合唱団の方々にも参加していただいています。タキシードで登場したのは指揮を取る小林優太さん、伴奏はピアニストの魚谷絵菜さん、そして合唱指導などもしていただいたコンサートマスターソプラノ歌手の松崎ささらさんです。皆さん拍手お願いいたします。それではここでお集まりの皆様に JR 東日本百瀬駅長よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。少し早いですがメリークリスマス。ご紹介いただきました JR 東日本東京駅長の百瀬と申します。お寒い中ご観覧いただき誠にありがとうございます。いよいよクリスマスもあと6日に迫ってまいりました。この東京駅も明日12月20日で開業108年の誕生日を迎えることになります。3年前開業105周年の時には駅町合唱団100人強の方がサンタクロースの衣装をまとっていただき合唱をしていただきました。しかしご承知のようにリアルでの開催がなかなか難しく、この2年間は YouTube で合唱をお楽しみいただいておりました。本日今日ここにこのように多くのお客様にお集まりいただき大変嬉しく思っております。短い時間ではありますが駅町合唱団の歌声をほっこりと楽しんでいただければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして JR 東海小笠原駅長お願いいたします。皆さんこんばんは。 JR 東海東京駅長の小笠原でございます。このセレモニーのテーマはみんなで一緒に笑顔を広がるクリスマスでございます。今日は百瀬駅長合唱団の皆様、養成役の子どもたち、そしてお集まりの皆様と楽しい時間にしたいと思います。今年のクリスマスが皆様にとって笑顔広がるものとなりますよう心より願っております。メリークリスマス。ありがとうございました。さあそれではいよいよクリスマススペシャルコンサートのスタートです。ここから先の進行はソプラノ歌手の松崎ささらさんにお任せ、ね、していきたいと思います。松崎さんご準備よろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。お寒い中本当にお集まりいただきましてありがとうございます。今日はですね皆様の